エンゲリス、または、エンゲリスは、ロシア連邦サラトフ州に位置する都市。ボルガ川の東岸の港湾都市で、州都サラトフとは、ボルガ川を挟んで対岸に位置し、1965年より、市内に橋が架けられている。サラトフとエンゲリスを結ぶ橋ロシア帝国により、1747年に、ポクロフスカやスロボナとして、ウクライナ人入植者によって開け石されたが、 ドイツ出身のエカチェリーナ2世の時代にドイツからの入植が推奨され多くのドイツ人が入植しボルガドイツ人文化の中心都市となっていた1914年に都市の地位を得てポクルフスクに改名されるポクルフスクはドイツ人の間ではコザッケンシュタットとも呼ばれたソビエト連邦成立後の1924年サラトフ州内に ボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国が建国されるとその首都に昇格し1931年にはエーンゲリスと改名されたその名称はマルクス主義を体制させたドイツ人思想家フリードリヒ・エンゲルスに由来するしかし1941年6月22日の独ソ戦開戦により同年8月にヨシフ・スターリン政権が ボルガドイツ人の強制移住とその自治共和国の廃止を決定したため、9月中にドイツ人は町からすべて追い出された。その後、エンゲリス氏は再びサラトフ州に組み込まれ、ロシア人やウクライナ人などのスラブ系民族やタタール人が新たな住民となった。スターリン氏後の1965年にボルガドイツ人追放令は無効とされたが、その帰郷は ソビエト連邦解体などによっても、ほとんど進まず、現在でもロシア人が、最も多く住む街となっている。大規模な重化学工業のコンビナートや、ロシア空軍の戦略爆撃機部隊である、第37航空軍の基地が所在している。2002年全ロシア国勢調査によると、次の通りである。ありがとうございます。